イタリ神は、三重県伊勢市にある神社及び、同神社の祭神。伊勢市内に二社存在し、一社は、伊勢神宮古大神宮所管者、もう一社は、伊勢神宮、というけ大見わぐる所管者である。本説では二社共通事項について記述する。祭神の四、イタリ神は、神域の守護神である。四、イタリ、すなわち、神域の四方の境界を守護する神である。 神社としての4、至り神は、4、至り神に対して、祭儀を建て祭る祭壇である。社殿を持たない神社であり、岩倉祭司の形態を残している。下空所管者の4、至り神は、下空神域の九条殿と五条殿の立つ大場に、鎮座する。九条殿の南に一段高い石段があり、その上に、榊が一本だけ立つという簡素な佇まいである。 坂木の根元には特徴的な形をした石が据えられているため、参拝者の中には石を拝むものと勘違いする者がいるが、これは誤りである。遠略儀式帳に、宮巡る神二百余座を年に三度祀る旨が記されているのが最古の記録であるが、祭祀をどこで取り行ったのかは分かっていない。中世には、複数の古文書に四イタリの神が四十四座あり、 宮中で祭ると記されているが、やはり、宮中の具体的な場所は不明である。近世になると、巡る神十六座と称し、十六所の石段の前で二月と十月の最初の馬の日に、榊や御手倉を建てて祭り、大晦日にも花榊を建て、供物を建て祭ったと記録されている。しかしながら、月空境内には、節末者の要拝所として、石積みが多数築かれるようになり、 イタリガミの鎮座地の石積みなのか、妖廃書の石積みなのか区別がつかなくなってしまった。区別ができなくなったことから、明治の最初期に、境内のすべての石積みの整理が行われた。しかし、由緒ある四、イタリガミの祭祀を絶やすわけにはいかないことから、明治四年に九条殿で祭儀を行い、十六書の四、イタリガミのうちの一書であった九条殿の前の石段を、下空所管者、四、 イタリ神の祭場として定めた。以降は年に5回、方兵の儀が4、イタリ神に捧げられる。内空所管者の4、イタリ神は、内空神域の五条度の東方に鎮座する。小さな石段が2段あり、その石段上に、石神として祀られている。内空所管者の4、イタリ神も、下空所管者の4、イタリ神と同様の経緯をたどり、一所に祀られるようになった。 ありがとうございます。